羽倉崎駅は大阪府泉佐野市羽倉崎一丁目にある南海電気鉄道南海本線の駅。駅番号は NK33。準急はこの駅からの運転となる。かつて春木駅に停車する急行もこの駅から発着していた。旧陸軍の飛行場を建設する際の人員や機材の輸送のために開業した駅である。島式。 単式複合型に面3線のホームを有する地上駅。島式ホームが1.2番線、単式ホームが3番線となっている。1番線の線路は車庫に直接つながっており、難波方向へ出庫または入庫する列車は主に1番線を使用する。駅舎は3番線ホーム側にあり、1.2番線へ行く場合は連絡地下道を通る必要がある。 1.2番線は、当駅発着の区間急行の入庫のため、8両対応となっている。車庫がある関係で早朝を中心に、始発列車が、夜間には、終着列車が多く、2019年4月6日、現在平日15本、休日14本の始発列車が存在する。朝ラッシュ時に運転される難波駅準急2本のうち1本も、この駅が始発である。 また平日ダイヤでは、南海で最も終電の到着時刻が遅い。2005年11月26日以前は、日中も1時間に1本ずつこの駅で折り返す、何倍寄付数が設定されていた。当駅に停車する下り営業列車はすべて、終着駅まで各駅に停車する列車のみである。2014年10月18日のダイヤ改正で、日中の区間急行が、 空港急行に置き換えられたため、日中に当駅に停車する列車は、毎時4本の普通のみとなっている。このうちの半数は、小崎駅で、サザンと、緩急接続を行う。2019年時の1日平均乗降人員は6190人で、ある。駅前には、銀行等があり、線路の北側、南側にはそれぞれコンビニエンスストアがある。かつては、 この駅の周辺には、坂本宝石の巨大な宝石工場が、隣接する仙南郡田尻町にまたがって、存在していたが、現在その跡地に、高層住宅団地、ホームセンター、24時間営業のスーパーマーケットなどが、次々と進出している。泉佐のコミュニティバス、泉佐の観光周遊バス、泉佐の田尻、コミュニティバスが、羽倉崎駅前停留場を経由する。 泉佐野コミュニティバス平日土曜日の未運行泉佐野観光周遊バス日曜日祝日の未運行泉佐野、ダジリコミュニティバス平日土曜日の未運行このように北隣の泉佐野駅の駅,の駅番号が NK30 であるのに対し当駅が NK33 と2駅分飛んでいる形で割り当てられているのは NK31 が空港線リンクタウン駅に NK32 が同線関西空港駅の駅番号にそれぞれ割り当てられているためである。ありがとうございます。